ドレミドミドミョー、アニアセヨミョイミダー、こんばんは、ミョーこと宮崎ミョーです。今日はですね、これからお仕事なんですけど、最近女性の視聴者さんからミョーの前髪のセットの仕方が知りたいですっていうね、お声を結構いただくんですよ。でそこで、まあ、今日はねこの後普通に髪の毛をセットするので、その様子を皆さんにお届けできたらいいなと思ってこの動画を撮ることにしました。私もともと前髪にそんなにこだわりがなくて、アイドルの前髪って言ったらこうね、結構スプレーでガチガチに固めたりとか、コテ使ったりアイロン使ったりっていうのがね、イメージがあると思うんですけど、なんかそう考えると私ってちょっと違うのかなというか、前髪作るスタイルがちょっと違うかなって思ったので、今日はねそんなミャオの前髪のセットの仕方を、ちょっとご紹介したいなと思います。じゃあ今からねセットしていくんですけれども、もう完全にもう今もう前髪メイクのために上げちゃってて、もう形も変なのでね、今から前髪セットに行きたいと思います。それではレッツゴー、ゴゴシン鬼瓦。はい、というわけで今これノーセットというか、もう前髪何もしてないです。完全に寝癖のまんまというか、もう本当に起きて何かアイロン当てたわけではなくて、本当にノーセットの状態です。で私的な前髪の作り方ということで、今日は完全に自己流でいくんですけど、まあ、まず最初にこの前髪の部分だけをね分けるんですよ。こういう感じでね、分けて、でそしたらもう洗っちゃいます。前髪を洗うというか、もう水で一回濡らす、節にねこうやってお水をつけて結構濡らします。こんな感じびしょびしょに濡らします。そしたらドライヤーで乾かします。でこの時ポイントというか気をつけてることは、こうやって上に当てないことですね。ドライヤーを下向きに、オッケー。まあちょっと寝癖を取ったっていう認識かな。で乾かしたらですね、こういう感じになるじゃないですか。でそしたらもう私と言ったらこれっていうもの、こちら、じゃーん、マジックカーラーです。このマジックカーラーをね使って前髪を全部巻きますね。まあこのマジックカーラーさえあればどこでも前髪セットですることができると思います。もうしっかり巻いてますね。もちろん市販のマジックカーラーなんですけど、これ短いやつもあるんですよ。で短いやつもあるんですけど、短い方が結構難しいので、私はこの大きいマジックカーラーを使ってセットしています。こういう感じで巻いたらですね、またドライヤーで温めます。この時の風量はこのセットのとこだから、そんなに強風じゃないやつですね。風を当てます。まんべんなく風をかけましょう。OK。そしたら待ちます。10秒、15秒ぐらい待ちます。形をね、しっかりつけていきます。結構簡単じゃないですか？いいかな。取ります。いくよ。こんな感じ。突っ張ることが男のたった言えない運勝だってって感じなんじゃないですか。今結構巻きすぎちゃったかなと思うんですけど、これぐらいがちょうどいいんですね。そしたら櫛で溶かします。そう、私はシースルーの前髪が好きなので、手で整えたら完成です。はい、こんな感じです。本当に自然な感じの前髪です。気をつけてるということはこのやっぱここのラインですかね。
ここのラインが綺麗に整えると、なんか写真撮った時とか、こう画面に出る時に綺麗に見えるので、それを意識してやってるぐらいで、すごく簡単だと思います。どう？いつものミヤオですか？うん。これからアイロン、こうなんストレートアイロン当てたりとか、あとスプレーで固めたりとか、そういうのはやらないです。アイロン当てません。あとスプレーも使いません。昔からなんだけど、私結構前髪にスプレーをかけてこう固めるっていうのがすごくなんか自分は苦手で、この自然な感じで、はい、いつもライブもね固めず出てます。例えば出かけた後に前髪変えたいなと思ったら、こうやって分けてもまあ変じゃないし、下ろしてもまあ大丈夫っていう感じの長さをね、まあ、キープしております。こんな感じで、はいはい。というわけで前髪セット方法をご紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか？なんかちょっとほんと不安なんだよね。なんかこんな簡単なのって思われるかもしれないんですけど、もう本当に私はそれでもう何年もセットしてるんですけれども、まずはねおさらいとすれば、最初に前髪を濡らして、でその次に乾かす、でそしたら一番重要ポイント、マジックカーラーを前髪に巻いて、ドライヤーの風を当てます。10秒から15秒ぐらい置いて、その後にくるんと、その形をキープするようにくるんと外します。そしたらその後にコームで、こうやって自分で調節して、終わりです。もう本当にアイロンも使わないし、スプレーとかもね使ってないので、すごい簡単に、あとまあ失敗してもスプレーとか使って固めてるわけじゃないので、まあ、また失敗したら前髪を濡らして最初のやり方にすれば、何回でもやり直しが効くので、やりやすいやり方なんじゃないかなと思います。あとはねやっぱり美容室とかに行って、とにかく前髪を私は薄く切ってもらうようにオーダーしているので、前髪の厚さによってまたセット方法とか変わるかもしれないんですけど、まあ私みたいにこうシースルーバングだったりとか、結構薄めの前髪やってるっていう方はね、ぜひちょっと一回やってみてください。すごい本当に簡単なので、皆さんにおすすめできると思います。あれ、前髪カーラーをこう後ろに持っていくとね、またかき上げ風の前髪ができたりとかするので、とにかくマジックカーラー1個持っておいて損はないと思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。というわけで、この動画が参考になったなと思った人は、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録、あとはお知らせ通知設定もしていただけるとすごい嬉しいです。では오늘은이만안녕바이바이